ジュエル、今日はすき焼きやぞ。いつも頑張ってるしな。正月くらい奮発してもええよな。割と高い牛肉買ったから絶対うまいぞ。うちの子、食への興味が欠落してる。YouTuber の結婚報告くらい興味ない。やめなさい。わあ、ひったくり、わしのカバン、わしのカバンがバチられた。おい、返せ、クソ。こういうので大体女のやつ狙うやろ。なんでわしのやねん。その発言もなかなかやと思うけど。財布の中身は4万。まあ、ぼちぼちか。これで一択貯金もなくて、カバン自体も大したブランドじゃない。今回外れやな。最悪や。ん？なんやこれ。なんか宅配頼んでたっけ？わかったわかった、出るって。あれ？あかへん。なにこれ、あかへん。え？なに？おい、どうなってんねん。おはよう。リッキー？さっきひったくりにあったものやけど回収に来たで。あ？え？ 4 万入った財布と折りたたみ傘と牛肉と糸こんにゃくが入った無印良品のトートバッグ返してくれや。なんでここがわかって GPS も入っとったやろ。気持ち悪い。なんで GPS 入れとんねん。私は所有者としての責任を全うしてるだけ。ありとあらゆるリスクを想定してる。誰が無印良品のトートバッグに GPS 入れるねん。リスクもクソもないやろ。リスクもクソもない。こっちはひったくりにあっとんねん。そうっすね。はい。一応お前の原付はこっちで預かってる。預かってる。これも一応やけど玄関だけじゃなくてベランダの方にも人員を配置して塞いでる。一応ってなんなん。心配せんでも原付は預かってるだけ。お前の対応次第では無事。無事じゃない可能性があるんですか。取引しよう。取引。お前が持ってる私のトートバッグを返してくれ。すれば全て元通りや。返します。返しますから原付はやめてください。買い替える金ないんです。じゃあ早よ出てこい。あのドアが開かないんですけど。当たり前やん。塞いでるねんもん。いや、え、塞ぐ。早よ出な。お前の原付は無事じゃすまんぞ。あの、ちょ、え、なんで塞いでんの。早よ出てこいって。あ、開けて。はい、壊します。これもはや拷問じゃない。なんで僕閉じ込められてるんですか。逃がさへんためやん。お前、許してもらえると思ってる。浅くかやな。怖いって。お前どうせ言ったくれ初めてじゃないやろ。え、私だけじゃない。何人もの犠牲者がおる。それを都合よく盗んだものを返すだけで許してもらえるわけないよな。言ったくれは窃盗罪、状況によっては強盗罪、強盗致傷罪などが該当する。主犯でいきなり実刑判決が下される可能性もあるねん。そんな罪を犯してるお前がごめんなさいだけで済むわけないよな。警察。わかるやろ。お前も終わりなんだよ。この状況だとお前も何かしらの罪になりそうやけど。でもまあ、気持ちはわからんでもないよ。え？お前、無能やもんな。無能。だってこんな数万のために犯罪何度も繰り返して、常習化すればもちろん捕まる可能性も上がるのに、そんなことしないと生活できひんって、無能やろ。世の中にはな、不労所得で何もしてない間に数十万稼いでる奴もおる。ちょっと仕事するだけで数百万稼いでる奴もおる。そんなん聞いたらさ、まともに働く気も失せるよな。自分はこんなに頑張ってるのにって叩きたくなるよな。なあ。なります。でもな、どんなに叩いたってそれができひんお前が悪いよな。資格があって学歴があって経験あってちゃんとした職についてる方が安定してるのってわかるよな。でもお前の場合何もない。何もなくて職についたところで先週300万もいかん。安定されたところでそりゃひったくりで小銭稼ぎたくなるよな。自首します。必要ないわ、もう警察来とるねん。あ、はい。まあ一回ここで死んだつもりで頑張れや。まあ先は長いしな。お前が思っているよりも選択肢はたくさんあるもんやで。諦めるにはまだ早いぞ。はい、あの、開けてください。